サンフレファミリーの皆さん、満点ママの田中徹です。古澤智子です。そして井上こと、はい、ボールボーイです。よろしくお願いします。なんか番組始まるみたいですけれども、はい、この度10月20日にサンフレッチと満点ママのコラボグッズ、オリジナル似顔絵トランプが発売になることが決定しました。やったやりました。夢叶った。よかった、はい、これが完成品、これが走るだけの状態で。なるほど、これはすごいよ、いいよ。スペードとクローバーがサンフレッチの選手なんですね。なるほど、これがまた似てるんですよね。似てますよ、似てますね。久人さんも特徴捉えてます。いいですね。佐藤久人さんもこちらですね。クローバーの選手、クローバーですね。今年は点取ってますからね。似てるね。監督ももちろん、はい、森保監督。似てるね。いや本当に似てますね。似てる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 。それからね、番組来た、はい、スタジオにも来てくださいました。はい、こちら森脇さんと、お、あ、千葉さん、うわー、なるほど。ジョーカーになってますよ。ジョーカーっていうのがまたいいですよね。ジョーカーポイントですね。ぴったりですね。そうそう、お二人がいるというか。満点ファミリーは、はい、ボールボーイ以外がハートの大学。待て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 、作り直せだったら作り直せだったらよ。満点ファミリーじゃない、しっかり入ってますね。もう一枚ずつ入れてきますよ、ボールに。入ってますから。まあね、この発売を記念しまして、はい、10月20日にイベントを開催します。はい、またそのイベントでは、うん、サンフレッチェ広島の優勝を祈願しまして、私走ることになっております。20キロ走るんだってね。そうなんですけど、はい、あの、ただいま一緒に走ってくれる人大募集ということで。いいですよ、そんな一人で行ってくださいよ。一人で行ってください。絶対吸い込まれたくないからね。僕たちは司会ですから。そうです、いいですか、はい、司会は A ちゃんとボールボーイということで、はいはい、はい、現在あのまゆちゃんが一緒に走ってくれる。おお、マンテンファミリーだよね。まゆ、はい、ちゃんがスーッと行くんじゃないですか。なんか一緒に走らずにこうリレーしようかなとか思ったり、いろいろ考えております。ちょっと楽をしよう、楽をしよう。なるほど、リレーね。視聴者そういうの怒っちゃうから。まあ、10月20日ね、盛り上がっていきましょう、はい、ということで、はい、サンフレッチェ広島は鹿島レイソルと戦います、はい、19時キックオフです。トランプの販売は午後2時30分から限定2000個ということになっております。値段は1つ1050円。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、10月20日はビッグアーチに集合ですね。はい、はいはい、みんなで広島を盛り上げましょう。